女子高生としたい。いやー、わかりました。なんとも怪しい、はい、なんとも怪しいですね。ありがとうございます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 。そうか、すいません。いやー映画したいプロジェクト女子高生としたい始まりました。イエーイ。まずはね、自己紹介から、うん、自己紹介、はい、行きましょう。じゃあ、ボケから、はい、お願いします。はい、私、木の中役をやっております、木下俊介です。よろしくお願いします。はい、僕は葉月役をやります、平原大地です。はい、高橋役、大内薫でございます。よろしくお願いします。おいいですね、声がね。よろしくお願いします。女子高生の高井翼役です。あ、のどかです。はい、そもそも映画したいプロジェクトというのは、伏見文人監督が行っているプロジェクトでして、過去3作品ね、作っております。でその3作品目に僕は出演しております。で、4作目に新たに、このメンバーで、私たちは2人で前やりましたね、前ショートフィルムを撮らせていただいて、撮らせていただきました。その続きというか、新たな作品です。はい、で、大地くんは？あ、自分は、はい、はい、初めてこのしたいプロジェクトに関わらせていただきました。お、何か人生に嫌なことあってもいいことあっても、これから頑張ってというメッセージを感じてくれたらいいですよね。そうですね、いい、めちゃくちゃすごいいいこと言いますね。ポジティブね、ポジティブね。笑いあり、涙あり、はい、あ、そうなんですよ、ね、ホラーあり、ホラー、ホラー、わかんないけど、頑張ります。頑張っていきましょう。そうですね、3作品目の、まあ、続きかもしれないんですけど、ごめんなさいね、笑いあってでね、いろいろね、まあ、詰まったホラーもあって、なんかいろいろ詰まった、もう種類が、ジャンルが詰まった作品なので、しかもリアル女子高生なんです。大丈夫ですか？大丈夫ですかね。リアル女子高校生が主人公ね。で、リアル女子高生ね、法律と戦いながら撮影します。ぜひね、はい、ぜひ楽しみにお待ちください。はい、ありがとうございます。頑張っていきましょう。